台風1号が通過したルソン島とビサイ諸島東部の各地で洪水が発生、13人が死亡しました。台風1号はルソン島南部のビコール地方とビサイ諸島東部に洪水をもたらし、少なくとも13人が亡くなりました。ビコール地方アルバイ州では田畑が水に浸かり、冠水した道路では人々が車を乗り捨て避難しました。マハリカハイウェイの一部は閉鎖され、住民数千人が避難しました。とても怖かったです。どうしてですか？赤ちゃんが病気になるのではと怖かったのです。アルバイ州では家畜を助けようとした24歳のオルフォ・ペシートさんが感電死しました。豚を電柱につないだ時感電してしまったのです。こんなことで死ぬなんてとても悲しいです。またジェシー・パルマさんはパキオ選手のボクシングの試合をテレビで見た後、帰宅する途中溺れて亡くなりました。アルバイ州のサルセーダ知事は適切な情報を流さなかったとして気象庁を批判しています。知事です。事前の情報は何もなくて突然台風警報2が出たのです。ビコール地方南カマリネス州では3人が土砂崩れのため亡くなりました。また沿岸のインブラ地区では漁民1人が溺れて亡くなりました。